ミラたちと共に世界樹のもとに向かうことになったエミルとマルタ。その道中、現在世界に蔓延しているマナの枯渇は世界樹に蓄積された人間の欲望が原因なのだとミラは語る。蓄積された負の感情の化身、それを倒せば世界樹は元の機能を取り戻すという話なのだが、世界樹が枯れてる。人々はずっと世界樹に望みを願い、祈りを捧げ続けてきた。だが願いや祈りというものは見方を変えれば単なる欲望に過ぎない。世界中の人間の願いや祈りを一身に受けるうちに、世界中に負の感情が溜まってしまった。そのせいで奴を生み出してしまったんだ。奴？世界中から黒い影が。まさかあれが。間違いない。奴が世界樹の闇の化身、シュバルツ。あいつが養分を吸い尽くしているせいで、世界樹はマナを生み出せなくなっているんだ。じゃあ、あいつを倒せば。そのために私は来た。私も手伝います。バックアップは任せて。僕は。エミルは無理しないで。エミル、ここに来るまでに診察させてもらったけど、君の精神と体はもう相当弱ってるんだ。もしもう一度ラタトスクの力を使ったら、君の精神は前よりさらに弱体化してしまう。そうなったら多分もう腕輪の力でもラタトスクを封じることはできない。もしラタトスクの力を使ったら、もう二度と今の僕には戻れないってことだね。そうなるね。いいんだよ、エミルは戦わないで。だってここにいるだけで私に力をくれるんだもん。マルタ。よし、行こうか。うん。もう来たのか。好都合だ。こいつのせいで世界樹が。欲深き人の子よ。マルタ、危ない。僕はダメだ。エミル、バカなこと考えちゃマルタ、初めて会った時に君は言ってくれたよね。恐れよ、されど手を伸ばせ、そこに希望をつかみ取らん。君の言葉は今も僕に勇気をくれるよ。君がいたから僕は手を伸ばせるんだ。あとは頼んだよ、ラタトスク。